3人の子育てをしながら53歳で医師免許を取得。自身が幼少期から抜毛症を患った経験から頭髪治療に携わる。喜びも悲しみも患者さんと共に。女性でも子供がいる主婦でも夢を諦めず働ける社会の実現を手助けしたい。キャリアオーナーシップ部門、前島貴子。